ジョゼフ・ジャック・ジャンクレティエンは、カナダの政治家、第26代首相。所属政党はカナダ自由党。政治キャリアにおいて、ピエール・トルドーのバイリンガリズムと多文化主義を継承し、ケベック独立を回避して、カナダの連邦維持に貢献した。3期連続して、首相を務め、賛否両論にあるが、外して非常に人気の高い首相であった。ケベック州シャウィニガンにて、 ウェリー・クレティエント、妻、マリーの愛の子として、19人兄弟の18番目に生まれた。彼は、自らのつつましい執事を、エニガンの小さな男だと、後に語っている。彼は幼い頃に、ベルマヒを患ったため、顔面の左側に、部分的な麻痺を残すことになった。彼は、最初の自由党の党首選キャンペーンの際に、この障害を逆手にとって、 口の両側で話さない政治家と自称した。また、彼は、片耳の聴力を完全に失っている。ラバル大学法学部卒業。1958年に弁護士になる。1963年に、カナダ会議員に初当選する。その後、内国採右大臣、インディアン問題、北部開発大臣、財務長長官、通産大臣、大倉大臣を歴任する。 1980年のケベック独立国民投票の際には連邦政主張者の代表格として活躍した。1980年には法務大臣、司法長官に任命。社会開発担当、憲法問題担当大臣を歴任。特にカナダ憲法の確定プロセスにおいては、キッチン合意の代表交渉担当者として大きな役割を果たす。 その後エネルギー、工業資源大臣も担当する。自由党の党首及びカナダ首相であったピエール・トルドーが1984年に引退を表明した後、ジョン・ターナーが党首となり、首相となった。クレティエンは副首相、外務大臣に任命されたが、しばらくして辞職した。ターナーの辞職後、クレティエンは自由党党首となり、会議員として復職する。 1993年の総選挙で自由党は与党となり、クレティエンは首相に選出された。1997年に再選、2000年に参戦され、カナダ政治史上で珍しく3期連続で首相を務めることになった。在任中はケベック独立問題の解決に不信した。1995年の ケベック独立国民投票が僅差で独立が否認されたことを受け、カナダから独立しようと目論むケベック政府の動きに対し明確化法を制定し、カナダ政府は独立税費の明確な質問に対する州民の明確な賛成の意思表示がない限り、ケベック独立宣言は認めないという決定をした。カナダ最高裁は単なる過半数の賛成では条件に満たないとした。 クレティエン政権はアメリカ同時多発テロ事件からの対テロ戦争への指示とアフガニスタン侵攻への協力にもかかわらず2003年のアメリカのイラク侵攻に参加しなかった。クレティエンは国連安保理事会での決定がなかったことが理由でカナダはあくまで平和解決の方策を探るべきとの見解を示した。2003年11月に次の自由党総裁選への不出馬を 表明、12月に首相を退任した。2004年にクイーンズ大学から法学博士号を受けた。ありがとうございます。